これは予想つく人いるかな。僕は予想つくよ。おう、うん、だから、うん、なんかメインディッシュ食う前におにぎりその通り腹を膨らませれば結果安くつく。そう、食べる量減るはず。ということよね、うん、やっぱこんな感じなのこの俳優はさなんだバカに見えてきたなこいつやっぱ中岡っぽく見えてきたな食べ放題を何やめんの、うん、そう食べ放題やめておにぎり食うんだ。おにぎりを食べてから、うん、そう焼肉の店行けば、うん、食べ放題だったらほら食べまくんなきゃいけないじゃん。いや別に食べまくる必要はない。俺の中で食べまくらなきゃいけない。食べまくらなきゃ。おにぎりを食えば食べ放題じゃなくても単品で何個か食えば満足できるわけよ。ガソリン代ちょっとかかんのはなんで。コンビニ寄るから。なんなら焼肉屋行くのやめればいいんじゃないの。おにぎり食ったら。焼肉は食いたいじゃん。食いたいんだ常に。スーパーで買えばコンビニが一番いい。スーパー遠いから焼肉近くいないし言い訳すごいでおにぎりとついでにこのお茶も買っておくね。節約しない言い訳がすごくてさ逆になんでおにぎり節約ってさイエスでお前の脳を通ったのか不思議になってきちゃってなんか節約しない言い訳湯水のように出てくる割におにぎり節約術はなんで通るんだ。だってこれが一番の節約じゃん焼き放題食い放題行かなくていいもん食べ放題。まあそうか、うん、まあまあ確かにそうだな、うん、でこれコンビニでバカバカなんだよなフィールおにぎりとお茶も一緒に頼めば、うん、こう水分も取るじゃん。そしたら飲み放題も軽減できるんだよ軽減っすかねまあそうだわ。そう水飲んでるから飲み放題でいっぱい飲めなくなるから、いや今日は水でいいかなってなるんで毎回いんのかな焼肉屋行く前におにぎり食ってお茶飲んでいくやつ、うん、終わりだよね。おにぎり飲んでお茶飲んだ時点で焼肉屋の選択肢なさそうだけどな行ったらどうなんだろう。でもほらもうその日は焼肉の口だから。あ口か、うん、もう変えられないわけよ、俺の。おにぎりがかわいそうだな、流し込まれるんだろう。今日は焼肉の口だから、うん、とりあえず二口ぐらいでな、うん、お前は今日は脇役なっつって早く腹膨らませよって言いながら食うんだめっちゃディスゴミはお前だ単品十分よな。もう一人前ずつぐらいでオッケーよ一人で行ってんのこれ面白いな食べ放題捨ててんだ、うん、まあ、単品メニュー。もうそもそも眼中いないから、うん、食べ放題メニューなんて。次見ていいっすか。いいっすいいっすやばバカなんだよこれびっくりよ、うん、意外と食っちゃった。あの事前に食べるじゃん、うん、じゃ胃が動くわけよ、はい、すると活性化するわけだ。食欲増進するんだよな先に食うとおにぎり足りなかったかな。おにぎりが起爆剤になるよ食に対するものすごい食うんだよ。最初1人前ずつ頼むけどで食べたらもっと食いたくなってもう牛タン3人前とか普通に食うんだよすごいな食べるなまあ焼肉屋の、うん、僕も思うのは焼肉屋の1人前、はい、明らか分量少ないけどな。絶対1人分量なんだろ、ね、うん、これで1人前おか4切れか5切れしか入ってないでさ、今度一口で終わっちまうぞばっかりで。で600円とか取るじゃん、うん、それはちょっとおかしいなと思った僕も、うん、その通り足りないよね絶対。デフォルト食べ放題で頼むように作ってる感じがするな。お店によっては1人前がめっちゃある店もあるんだよ。あの昔からあるような人情でやってる、うん、北見にあったんだよねそういうところが、うん、そこも1人前でホルモンわけわかんないぐらい量食う。あそういうところレアだもん、うん、人情でやってないとな。そうよ、だお店側 もうどうしてもねお金稼がなきゃいけないから。僕でそう思うなら少ないよね、やっぱ少なめだよ、うん、ちょっとしか入ってない、うん、俺だったらもうなおさらよこんな食っちゃうか、うん、マホだな7000円もその幕末ペイで僕の会社のカードみたいなのあってるしなぜか経費でこうだよろしく株式会社幕末のカードで経費で経費で食ってならゼロでいいじゃん、ね、少しでも減らしたいじゃん。
減ってる減ってる、ゼロだよ、自分の財布傷んでないもん。380円でレバーホルモン定食食えた時代に戻りたい、うんうん、そんな時代は僕の時代にもなかった。だってワンコインであったか。もう学食とかそんなレベルじゃない。学食、うん、確かに学食は懐かしいな。あと社食、あと病院の併設されてるさ、うん、職員さんが行く食堂って安いんだよ結構。ああ、僕ね、なんだっけ、うん、札幌市役所の地下食堂みたいなやつで、うん、社員食堂で食べたことあるわ。安くてうまいよね。確かに安かった、うん、役場系も確かに、うん、なんなら北電の本社の地下食堂が安くて誰でも食える気がする、あれ、うん、勝手に入って勝手に食える気がする。誰でも OK？ いや分からん、でもどうなんだろうな、その気なしで入って食える気がするけどな。大学とかのさ学食も確か食えるよね。大学はさ多分入るときに身分証明書を提示しなきゃ入れない気がするよ。そっか、誰でもスッスとはいけないか。大学今厳しい気がする、北大多分厳しい、うん、うん、変なやつ入ってくるから。昔は誰でも入れたような感じあったけどな。いや昔は時代だったんだろうな、うん、まあ、僕ら今行けるとなったらどこだ、僕が今までで食った中で一番まずいと公言している、うん、なんつったっけな、名前出てこないや、半田屋だ。おー、半田屋、半田屋、はいはい、そう、そんな安いの。サラリーマン時代お世話になった、もう食べるしかなかった、うん、はい、あれはもうね、美味しくないの。今なら食わんね。今度連れてってあげる、試しに。豚骨ラーメン380円。でも多分俺ならうまいって言うんだろうな。うん、あ、量はいくらでも食える。ほう、あの、例えばその、いや1品ずつ持ってくれるシステムなんだよ、うんうん、でサンマの塩焼き100円とかなので、ご飯が中盛りで大盛りになってる感じ。それ系結局高くつくんだよな。いや、じゃあどんだけ持ってきても700円とかだから、へー、おかず5品とかやっても700円とかだから安い。行きたい、安い、食べに行きたい。ラーメンがちょっとな、臭くてな、僕ダメだった。くせえラーメン大好き俺。くせえ豚骨ラーメンできた、くさいんだ。行こう。いや、いいよ。ただ安い、うん、そこ大事よ、安いのは。札幌で行くなら札幌ファクトリーの手前にあるよ、真ん前にある、僕が行ってたところ。お、あるあるある、半田屋、うん、あそこか、あそこあそこ。なあ、行ってみりゃ、今度一人行くわ。続いてるってことは人気あるんだろう。うん、今日需要あるはずだ。安くて多い、うん、それだけで十分。計算悪かった、ちょっと時間かかりすぎたか。